コール・アラン・カル・フーンは、アメリカ合衆国アリゾナ州マリコパ軍、バックアイ出身のプロ野球選手。左投げ左だ。MLB のアリゾナダイヤモンドバックス所属。愛称はコルマン。2010年に MLB ドラフト8巡目で、ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムから指名され、プロ入り。2012年5月21日にメジャーに。 昇格すると、翌22日にメジャーデビューを果たした。メジャー1年目のシーズンは、21試合に出場して、打率、174を記録、またメジャー初打点と初盗塁も記録した。2013年、メジャー定着を果たし、主に右翼手や一塁手で58試合に出場。打率、282.8本塁打、32打点。 に盗塁という成績を記録した。2014年は右翼のレギュラーに定着し、規定打席に到達した。127試合の出場で打率、272、31二塁打、17本塁打、58打点という成績を記録した。また、守備成績は1失策、守備率、996だった。 2015年は出番を増やし、159試合に出場。26本塁打、83打点を記録したが、一方で、アメリカンリーグワースト3位イの164、三振を喫した。守備では157試合で右翼を守り、4失策、守備率、989でゴールドグラブ賞に選出された。また1試合だけ1塁を守る機会があった。 2016年は157試合に出場し、打率、271、18本塁打、75打点、2盗塁という成績を記録。2塁打と3塁打が激増したことや、前述の打率、支球が増えたことで、出塁率等の成績は上昇した。2018年は137試合の出場で打率、208、19本塁打、57打点、 6盗塁を記録した。2019年は152試合に出場して打率、232、33本塁が74打点、4盗塁の成績を残し、30本塁打以上は自身初となった。同年オフの11月4日に FA となった。2019年12月30日に、 アリゾナダイヤモンドバックスと2年総額1600万ドルで契約を結んだことが発表された。オプションとして2022年シーズンは球団側が選択権を所持し、バイアウトの際は200万ドル支払われる。2020年は9月21日に14から20日のプレイヤー・オブ・ザ・ウィークに選出された。自身初の選出であり、この週は6試合に出場して打率。 458、6本塁打、12打点、長打率1.250の好成績をマーク。6本塁打は両リーグ最多の数字であった。最終的にチーム最多の16本塁打を記録した。2021年は開幕前のトレーニング中に右膝の半月板を断裂。3月3日に手術することを発表。開幕7試合を欠場した。 4月27日の試合では三考をした際に、左ハムストリングを痛め、再度手術をすることになり、長期離脱を余儀なくされた。ありがとうございます。